サワガニソメアサチコ1ヶ月ほど前我が家にサワガニがやってきましたサワガニとは水のきれいな山の谷川や小川に住む小さなカニです魚売り場で買い物中に食用として売られていたサワガニを買ってきたのです 飼育はとても簡単で、水をきれいに保つことに気をつければ、割と長生きをするようです。先日、一匹のサワガニが、お腹に卵をいくつも抱えていました。産卵、放卵、負荷についていろいろと調べ、 できるだけ環境を整えて孵化するのを家族でドキドキと待っていましたところが何が原因だったのか日に日に卵は母ガニのお腹から落卵し孵化はうまくいきませんでしたサワガニは親ガニと同じ姿で生まれてくるので うまくいけば小さな小さなカニの赤ちゃんを見られたのです。今回は残念でしたが大切に飼いいつかかわいいカニの赤ちゃんを見てみたいと思っています。